はい、こんばんは、ダリージャンです。サイレントヒルツ、エンディング残りですね、7つですね、全部で8つありますんで、残り7つの、解説というか、していきたいと思います。まず1つ目、1つ目というか、正確に言うと、1つ目は、リーブスですね、は、リーブか、はもうクリア、しましたので、その次ですね、マリアです。で、このマリアの、条件っていうのが、なんかね、マリアを大事にするような行動を取るっていうふうに書かれてるんですけど、おそらく、特に関係なく、最後のサンク様の戦いの時に、灰色の卵を置いた方の扉から、出て、メアリーの話を最後まで聞かないと、おそらくこのマリアの方になるのかなと思います。マリアを大切にするようなこと、一応心がけてはいたんですけど、ちょっとこれが漠然としすぎててちょっとわかんないんで、ちょっとこれは不明っていう感じです。私、ムービー中ベラベラ喋るんで、あれなんですけど、もちろん私はただで見せるタイプの人間じゃないんで、私の解説というかね、声なしで見たければご自身でっていう。これ出すだけでも、でも、これ、一応ね、多少は、残すつもりなんですけど、もし、これが、著作権侵害がどうやって引っかかるみたいになったら、これは、消すというよりは、非公開にします。自分で見れるようには取っておくんですけど、さすがにね、これエンディングだけ全部見れますよっていうのは、ちょっとあれかなって私も思うんで、ただ自分が後で見返すときにね、見たいなっていうのもあって、自分の声は邪魔っちゃ邪魔なんですけど、キャラクターの声聞こえなくても私基本字幕は出してるんで、問題ないかなと思います。マリアはね、もうだいぶね、もう入りからね、全然違うんですよね。マリアというか、メアリーというかさ、がさ、このベッドに寝てる状態からスタートするんで、だいぶ、話の進み方が、もうこの辺から違うなっていう。で、いくつかリーブと同じですね、このシーンですね、このジェームスとメアリーの会話のシーンが同じものに関しては、飛ばしたりしてます。この辺からね、ただの戦闘シーンになるんで、で、ここからはもう、早送りします。もう私がもう明らかに、もう戸惑って、してるだけなんで。はい、倒されましたところからスタートでございます。私の戦闘はね、別に特に喋ることもないんで、ダラ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 長いだけなんで、もうそこは解説は飛ばします。で、ここからがね、劇的にやっぱ変わりますね、マリア編は。もう映像自体がね、ガラッと変わります。マリアがこう、何だっけ、バー、なんとかで寝てるところから始まります。まあね、結局マリアを選んで、マリアのね、なんだろう。マリアと一緒に帰る道を選択する。ジームス。己の、下半身に忠実に したかったとこっていう。下半身っていう言い方するのはあれかもしれへんけど。自分の思い描いた、理想の女性。やっぱりメアリーは、やっぱり病弱で一緒になって、幸せになられへんかったから、メアリーに似た人を自分の、やっぱ頭の中で作り出してっていう感じですね。と幸せになりたいっていう結末を選んだジェームスのエンディングです。で、私も今一瞬、軽く下半身に従ったのはちょっとバカにしたようなというか、ネタにしたような言い方はしたんですけど、わかるんですよね。私もなんやかんや言ってて、結構、過去の、恋愛で、ちょっとね、要介護というか、結構ね、恋人をかなりずっとサポートしてて、でも2人の未来はなくてみたいになった時に、やっぱりね、似たような人を1回好きになったんですよ。で、その人はもう別に病気とか持ってなくてみたいな、同じような条件でみたいな、ちょっと見た目も似ててみたいな
人を代わりになって好きになったんですけど、でもやっぱりそれって違うよねっていう、代わりなんていないんですよ。でジェームスに関してはもしかしたらリアルで普通にちょっと似てる人っていう感じだったんで、雰囲気が似ててみたいな、背格好も似ててみたいな、でも結局そうやって虚しいだけなんですよね。で結局ここでマリアゴホゴホとか言って席も捨てたし、まあ、結局マリアもここのサイレントヒルを離れてしまったら、まあ、ミアリーと同じようになってしまうんじゃなかろうかという、ちょっと寂しいような悲しいようなエンディングです。で次インウォーターですね。でインウォーターは完全にリーブと会話シーン一緒だったんで、すっ飛ばしてここからです。最後のエンディングなしです。と言っても私あんましはっきり覚えてないんですけど、まあ、エンディングの映像自体が全然違うんで、まあ、インウォーターは載せたんですけど、ちょっとね多分なんですけど、ここのまあ、ジェームスがこのここで喋るところね、車の中で喋るところに関しては違うと思うんです。でこの後こうやって頑張ったって、頑張らなくて無理だって言って、結局現実をこう知って向き合おうとしたけどやっぱり向き合えなくてみたいな。で結局これね、ジェームスってこのサイレントヒルに来た時にメアリーの遺体っていうのを車の何あれトランクに詰めて持ってきたらしいですよ。で見上げするためにサイレントヒル来たけど、サイレントヒルの魔力というか霧の力によってその自分の現実をこう罪の意識をこう向き合いながら苛まれながらここをさまよい続けたっていう。でも結局全部自分が思い出して、あそうだ自分見上げしようと思って来たんやったって言って言って言って全部思い出して、で結局そのもともとねやろうと思ってたことを遂行しようっていうような感じです。で私多分自分が分かったかの言ってるけど、これ解説動画で言ってたことそのまま言ってます。いやね、私もねもう忘れてるんですよ、正味何年前よっていう話で、もともとサイレントヒル2やったん、言っても私10年も経ってるかな経ってないかなぐらいだと思うんですけどね。うん、私はねこのね世界観というかコンセプトが好きでやってるんで、まあまあっていうまあまあって多いっていう。で今のね、3つですね、リーブ、マリア、イモーター、ここまでですねが1周目でできるものになってます。でこのイモーターに関してはアンジェラの包丁を調査したりとか、サビ色の方を置いた卵を置いた方の、扉を通るとかが条件になってます。でこの辺はね多分ねこの水の中でこの手紙がこう落ちていって、でメアリーがこの喋ってる独白みたいなのに関してはリーブの後ろと多分ほぼほぼ一緒です。ここまで私でシェアさせてないんですよ、でも、ね、多分一緒です。一言一句違うことないと思うなんだその言い方です。イモータの条件ちゃんと言いましょうか、ね、メアリーに関連する行動をとってくれって書いてるんだけど、これもちょっとよくわかんないんで、多分メアリーのね、リープの条件がメアリーの写真を調査するで、イモータの条件がアンジェラの包丁を調査するなんですよ。で、サビ色の卵を置いた方の扉を通るっていうの条件は一緒だから、多分メアリーの写真よりもアンジェラの包丁の方をめっちゃ調べてたら多分インウォーターに行くんやろうなっていう感じです。でこれ、リーブ、マリア、このねインウォーター、この3つに関しては、1周目で、まあ、どっちのなんだろう卵の方の扉に行くかとか話聞くか聞かんかとかによって変わってくるのかなって感じします。であとリーブの条件でメアリーの話をラスボス戦の前の長い色かったじゃないですか、あそこでメアリーの話を最後まで聞くっていうのがリーブの条件なんで、あそこでメアリーの話を最後まで聞かなければおそらくインウォーターになるような気がします。普通はあそこ止まって聞くんで、ほとんどの人が話はあれ聞かないとかないだろうって思うんですけど、で多分そこだと思います。あれを聞くか聞かないかと、どっちの卵も聞けばほぼほぼどっちの卵から取っても多分リーブになると思います。で絶対聞かないっていう状態で黄色の卵の方を取るかサビ色の卵の方を取るかでマリアかインウォーターが変わってくるかなっていう
感じがします。まだ喋ってんなメアリーなんだその言い方は。いう感じですね。長いな。まだか、まだ喋ってるかお前でここはね、おそらくリーブと一緒なんで、もういいっちゃいいんですよ。じゃあ私も喋るにやめるよって感じなんですけど、私はただで、エンディングを見せない主義の人間なんで、自分のね、なんだろう、バトルのとことか、タイアット場所のとことかは、全然、声見なしとかでもいいんですけど、ここは知ってわざと妨害してますちゃんとね、感情移入してエンディング見たいんだったら、それこそちゃんと自分で私がプレイしてほしい派なんで、あくまでもそのなんだろう、ゲームできない人、なんだろう、ゲームをする環境ない人、ゲーム動画見るのは好きだけど、PS5 とか、私、ゲームするタイプじゃないし、持ってないなとか、まあ、4にして、とかいうタイプの人のために出してるだけなんで、でそういう人は、まあ、仕方がないっていう。やっぱ言うてね、企業さんもね、これ、ゲームしてほしくて出してるんで、どうしてもね、こうエンディングを出す以上、私は自分の声をガチガチに入れていきたいと思います。かといって、著作権のうんぬんが入ったら、秒で公開を非公開にします。消しはしません、自分が見たいんで。ということでございます。もうそろそろスタッフロール行くかなね。ふわーっとなってるんでスタッフロールですね。はい、ということでね、インウォーターです。あ、でクリア済みエンディング今4分の8ってなって、8分の4ってなってるんですけど、私これ解説しやすいように順番入れ替えてるんで、実際クリアした順番はちょっと違います。はい。で、ここからは、リバースですね。こちらは、ニューゲームプラスで始めないと、できない、エンディングになっております。条件としては、サウスベイル東の墓地で赤の祭碑かなっていう本を入手して、次にその、サウスベイル西のボルドウィン邸の入り口で、白の交友かなを入手します。でその次、歴史資料館で、黒曜石の、酒杯、お酒の杯、杯というか配下を入手で、ホテル1階の落とし物保管室で失われた記憶を入手した、状態ですね。この、4つのアイテムを入手した状態で、ラスボスを倒すという状態になっています。まあね、ここの、ね、トークもね、だいぶ変わってるんですよ。これはね、結構ね、おそらく一番いいエンディングなんじゃないかなって言われてるもんだと思います。なんだそれって。で、こっからまた戦闘なんで、ちょっと飛ばしますね。ね、またここからねエンディングに入っていくんで、ちょっとここからねちょっと私の、解説というか喋りというか、入れていきたいと思います。まあね、ちょっと先にねさらっとねもう一回ねリバースのおっと今音声大丈夫かな、エンディング、見返したんですよ。で見返した上で、私の、個人的な感想としては、まあ、もちろんリバース、生まれ直すっていう意味なんですけど、まあ、あまり私はこれはいいエンディングではないかなっていう感じがします。安らかな眠りから覚ますのを許してほしいって言ってるから、まあ、生き返らせようとしてるんですよね。ジェームスが、サイレントヒルの、力を使って。で、一見なんかいいエンディングには見えるけど、なんか、自分の、なんだろう、過去というか、を、ちゃんと思い出したのまではいいと思うんですけど、結局その自分の罪とか、やったこととかに対して、なんだろう、なかったことにしようとしてる、またゼロからスタートしようとしてるところってなんかちょっともやっとするっていうか、あまりにもちょっとなんだろう、まあ、これがハッピーエンドだって思う人もいるかもしれないですけど、私のそのサイレントヒル2に対しての思いとか
なんだろう、こういう葛藤の末にやっぱりこういうふうに罪を重ねてしまったっていう、人間の弱い部分とかっていうのをすごく、繊細に描いてる、あ、いいゲームだなって思ったから、ご都合主義的な感じがして、私、サイレントヒル2に関しては私これ受け入れられないです。FF10 とかでティーダが10-2で生き返るとかは、あれファンタジーだし、まあこれもダークファンタジーだし、よく FF とさっきが比較、さっきっていうか結構比較してるんですけど、動画内でも。でも、違うんですよ。サイレントヒル2はそこはドロドロしててほしいです。私の中で。なんで、これはちょっと私、あんまりいいとは思わないです。でも、人によってはこれ結構いいエンディングっていう人もいてるのかな。どうなんだろうな。でも、サイレントヒル2が好きだったら、これをいいエンディングっていう人は少ないと私は思います。いないとも言わないし、ダメとも言わないけど、サイレントヒル2として好きなんだったら、これをいいって思うかなっていう感じです。はい、次がスティーブネスかな。で、このスティーンレス、スティルネスかな、ちょっと読み方がスティルネスかな、スティルネスに、関しましては、これはニューゲームプラスで、なってからね、取れるエンディングですね。で、これの条件につきましては、条件につきましてはっていうか、ここからでしょうか。ここに関してはね、これもね、リーブと一緒なんで、ここ省きます。なんで、ここもちょっと早送りします。早送りやってにちょっと条件の話します。ウィルツロードの車の中から悲嘆の鍵を入手します。で、これに関しては、インウォーターのエンドを見てると、鍵が出現するっていう条件ですね。で、インウォーターの必ず後じゃないと、これはニューゲームプラスでもできません。ホテル裏の、支配人事務室にある金庫を、開けて、暗証番号314ですね。で、トルーコの絵はがきを入手します。で、そのトルーコの絵はがきを、さっきですね、314号室だっけ？312号室か。に入った状態で、ちゃうわ。絵はがきを調査してラスボスを倒したから、何回か調査しといて、ラスボスの部屋の前でも、調査しといたら、まあ、間違いないでしょうっていう感じです。で、これちょっとね、インウォーターのエンドを見ると鍵が出現するだから、やっぱりね、インウォーターと基本系列は一緒かなって思うんですよ。自分のやったことを、こう、受け入れた状態で全部思い出したっていう感じなんで、ただインウォーターとは若干ちょっと違います。自分のしたことが許せないって言って、で、インウォーターに関しては、このままバーンってこう、湖の中に入っていくんですけど、この後、ここの描写がちょっと変わります。ここですね。ちょっとメアリーが話しかけてきます。これが、どうかなっていう。君が恋しいって言ってて。まあでも、ただただ中に入水するよりは、こうやってメアリーに対してのこの贖罪というか、そういうのをしてるから、インウォーターではこれの方が救われるのかなっていう感じはするかもですよ。ただちょっとここのメアリー怖いんだよな。急に後ろから耳開けて。大丈夫って。怖い。I've always been waiting for you. 確かこれもね、あとさっきちらっと見たんだけど、確かこれも、この後ね、エンジン吹かしてバーって進むんですけど、インウォーターは確実にこう、湖の中からこう手紙が落ちていくシーンがあるから、入ったんだなって思うんですけど、これね、ちょっと微妙な感じもしてて、ただ、最後に、ドポンって音がしてるはずなんですよ。まだ入ってないけど、そこのシーンまで。先言うなよっていう。だから、これも何やかんやで言うて、そのまま、トルーカッコに入ってるんだろうなっていう。
感じがします。一番、その、なんだろう、グッドエンディングというか、その、いいエンディングっていうのは、私の中では、ここで、ちょっと私ね、これね、実は、音声後取りなんで、このタイミング、どこで聞こえてるかわかんないんですけど、多分どっかで、ここ、エンディングのスタッフロール入る前に、ポトンっていう水の音してるはずなんですよ。してたと思うんです。さっき私、ちょっとちらっと確認したんで、だから多分これも入水してると思います。ほら、本当に一番いい状態としては、入水せずに、そのまま帰って、自分の家に帰って、で、ちゃんとそれを、遺体を、まあ、病院なり何なりどっか警察なりに持ってって、自首するっていうのが一番正しいエンディングだろうなっていうふうには思います。はい。で、ここから、犬エンディングですね。犬エンディングというのがですね、今ちらっとね、見えたと思うんですけど、サウスピール東のビッグデイズ隣のペットショップで壊れた鍵の一部肉球を入手して、サウスピール西のジャックスイン南の家の庭で壊れた鍵の一部骨を入手して、壊れた鍵の一部同士を組み合わせて犬の鍵にして、3階の、ホテルのね、部屋の横ですね、の展望室に犬の鍵を使って入るとエンディングです。犬ってなります。またお前の世話だと思った。で、ここでね、またっていうのに、結構私はこれメタ的要素があって面白いなって思ったんですよ。要はこれだ、リメイクじゃないですか。まあ、サイレントヒルツって言ってくれて、リメイクとは書いてないけど、で、リメイクって書いてないのって、まあ私はなんだろう。普通に、リメイクだからまたって言ってるんだなって思ったんだけど、リメイクって書いてない原因の一つに、実は、地続き、オリジナルのリメイク、サイレントヒル2と地続きになってて、何週も何週もジェームスはこのサイレントヒルをさまよい歩いてるんじゃないかっていう、だから犬が出てきた時に「またお前か!」っていう風なリアクションになったんじゃないかっていう考察してる人がいて、深いなって思って、まあ、確かに、マルチエンディングですし、いろいろエンディングがあるから、なんだろう、自分の中の答えが見つからなくて、ずっとずっとジェームスはこのサイレントヒルをさまい続けてるんだなって思ったら、ちょっとなんだろう、その腑に落ちるところとかもあったりとかもして、深いなっていう感じがします。だから中の資料にジェームスのことを言ってるんじゃないかなっていうような描写もあるみたいな書かれ方をされてて、で、それが面白いなってます。で、これね、なんでスタッフルを流してるかっていうと、これ、家の時はここでワンワンワンっていう、この可愛らしい BGM なんで、どれぐらい続くんだろうなって思って、ちょっとね、やってます。まあでもね、ずっと見てても切れないんでね、切りましたけど。そうで、犬でございました。はい。では、これはね、UFO エンディングですね。UFO エンディングは、サウスベイル東のビッグジェイズ隣の宝石店で青い宝石を入手します。で、サウスベイル東のソウル通りアパートの屋上で青い宝石を調べる。サウスベイル西の、ローズウォーター公園の桟橋、マリアがいた場所。で、これは、マリアが、行きましょう、ジェームスって言った直後に、後ろ振り返って戻って調べても全然大丈夫です。で、青い宝石を調査する。で、ホテルに到達して、ボートを降りた場所で青い宝石を調査する。だから、ここのホテルについてからですね、の方の桟橋です。で、あとはホテルの3階の312号室で青い宝石を調査するとエンディングです。やってましたね、今ね。っていう感じで、これが E4 エンディングでございます。ちなみにこれが一番最後にやったエンディングです、私の中で。ですね、奇妙なね、写真を集めながらやりました。結構ね、並行していろいろできると思います。メモ集めたりとか、いろいろね、やりになって、やり持って。なんだこれ ?You are me?
ジェームス。でこれはもしかしたらあれなんじゃないかっていうね、サイレントヒル2の時の主人公を何回も何周も何周もしてるみたいなっていうのの、これも考察もそれに入ってました。It's true, you've been a clone this while、 あ、読めなかった。 But now it's time to come home。 うわーって言ってあーって言ってた、ちゃんとうわーって顔してたもんね。めっちゃ爽やかな笑顔、ミカってしてる。この顔見覚えあるんだよな、見覚えあるんだよなっていうのは、あの誰か分からない見覚えがあるじゃなくて、あの確実に誰か分かってる状態で見覚えがあるで、まあ、あの某私の最近見てるハマってる実況者の人と今の笑い方すっげーそっくりで、ちょっと今見て似てるなって思って、まあ、あの名前出さないんですけど、あのよく見てます、最近その人。そろそろね、あの自分で、あのいつもね、あのライブ配信行くと、なんかその人ね、あのスパチャをオープンにしてなくって、あのそういうのも好きじゃないって言ってて、でその代わりに、ね、免疫風を送る人がすごく多くって、ライブ配信見たら結構免疫風もらえることが多くって、あの自分のお金で免疫風入ってないんですよ。ほら、あのこれね、クレイズミエンディングでね、8ですね。なんです。で、あの次ね、切れたらね、さすがにね、自腹でメンバーね、入ろうかなって思ってます。そろそろね、あのちょっと自分でちゃんとあの水に切ってあげないと。で、最後ですね、これが、7個目ですね。ビリスかなっていうものになってきまして、こちらの、条件なんですけれども、サウスベイル西の、ピーター・ボーリングの金庫、暗証番号1887から錆びついた鍵を入手して、病院1階の、庭園にある八角形の小屋で小さな鍵付きの箱を入手します。で、錆びついた鍵と小さな鍵付きの箱を組み合わせてホワイトクロージャーっていうのを入手します。でそれを入手した状態で、ホテルの3階の312号室でホワイトクロージャーをこれ飲んでから、今飲みましたよね、使って、ビデオを見るとエンディングです。これはもう本当にカラッと変わります。で、なんだろう、これってハッピーエンドなのかなっていう感じもしなくもないんだけど、これもこれでね、私ハッピーエンドではないなって思ってて、でもあの私なんだろう、ハッピーエンドじゃないからダメとか、こういうエンドが良かったとかそういうのはなくって、あの全然ね、あのなんだろう、このサイレントヒル2に渦巻いてるハッピーエンドに見せかけてすごく虚無感というか虚しさがあるようなエンディングとしては、このビルスかなすっごく秀逸だなって思ってて、これパッと見このビデオを見てる風景とそんな変わんないんですよ、途中までは。ただここからガラッと変わってきて、こうやってここでジェームスがビデオを置くんです。ビデオを置いて自分がビデオの中に入っていくんですよね。でビデオの中の世界に入って、メアリーとそのホテルの中の暮らしを満喫して、幸せな、ほらここの右のポケットにライトあるから、これあれなんですよ、探索し終わったジェームスなんですよ。どうしたのとか言われてるし、だからもう現実逃避中の現実逃避ですよね。大丈夫だって、何も大丈夫じゃないっていう。で見終わった後、ここにほらジェームスがいなくなってて、うわ今すごいゾワッとした一回見てんだろって感じなんだけど、でビデオを見つけた、ビデオの中にこう自分ごと入っていって、もう究極のあれですよね、マリアよりももっと根深い現実逃避ですよね。もう自分の都合のいい世界の中に入り込んでしまって、もう出てきたくないっていう、すごく怖いなっていう。でこれ私一番最後に持ってきたのは、これすごくなんだろう、全然ハッピーエンドじゃないんだけど、ハッピーエンドに見せかけてるような全然ハッピーエンドじゃないっていうのが、ものすごくサイレントヒル2らしいって思って、私これめっちゃ好きなんです、このエンディング。それ以上だけかっていう感じなんですけど、でここでこのシーンでバーって終わった後にラストフロール流れて、リザルト出るじゃないですか。でリザルト出て、
最後のオープニング画面があそこの誰も座ってないソファーが映るっていうのが、なんとも言えない、なんだろう、完成、感無量みたいな感じです。ね、このシーンとしたこのビデオと誰も座ってないソファーっていうのが、すごくも考えて、多分このビリスっていうエンディングを作ってるんだなっていう感じがします。なので私はこのね、あえてこのエンディングを、このエンディング詞のね、一番最後に持ってきて、もう気持ちよくというかね、なんて言ったらいいんだろう気持ちよくもないけど、まあ、私の中ではこれがサイレントヒル2だっていう思いを込めて、終了させていただきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。次回ね、また別のゲームでお会いしましょう。さようなら。